やって、もうこれで速攻つけることができて、しかもこうやって。インズハウス吉尾Vlogです。こんにちは。本日は前の1本前の動画でライラックさんのアイテムで、まあ、オフセットベストセットを紹介した時に使っていた、本日はダイマスクと、酸性マスクの進化版、インクさんの ILK のマスク、こちらの2つをご紹介させていただきたいと思います。サバニラマスクっていろいろ買ってきたじゃないですか。ね、バンド型、ね、バンド型も買ったし、なんか変な他のも買ったし、クラシック製のものも買ったし、酸性マスクも買ったし、そこから行き着いた2つのマスク、今日はご紹介させていただきたいと思います。本日ご紹介させていただくのはですね、こちらの、僕の持ってる i5 のですね、こちら、はい、ダイマスクね、超かっこよくないですか。かっこいい。これこのダイマスクとこちらの酸性マスクの進化版、はい、ILK さんブランド、 ILK インクっていうの違う、インクさんのこちらのおしゃれなマスクです、うん、でこいつは僕がちょっとゴムのところ変えたんで、はい、これのやり方のご紹介もさせていただきたいと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。でまずはですね、このインクさん、はい、この京都発のサワレーブランドをインクさん、はい、コーティングアベックスで購入したんだけども、さまざまなバージョンカラーがあるんです。でおすみさんだけなぜかファッションピンク、まあ、ファッションっぽいかっこいいマスクしてるんだけども、俺もオレンジ色が欲しいっていうね。でこれ最高なのが、うん、顔に超フィットするんですよ、はいはいはいね、ちょっと実際にかぶってみますけども、ちょっとマスクいいか下まで、あ、うん、いいっすよ、うんうん、こういう感じ、うんうんうん、ね、こういう感じがきちんとはまって、うん、で一応まあグラスをするとこんな感じなんですけども、いいっすね。そうそうそう、あ、いや普通にいいのね、いいでしょ、かっこいいでしょ、いいそう、こんな感じなんですよ。で今マスクしてるとちょっと曇っちゃうんだけども、このゴムの部分の作り方、これを今日はお話しさせていただきたいんですよ。でこのゴムっていうのはすごくいいんですけど、これね、紫スポーツ、紫スポーツの、キーホルダーとか売ってるところにかかっているゴムなんですよ、これ。650円、で、ただの1本の丸いゴムで、こういうかっこいいゴムとかって、普通にいろんなところで売ってるんじゃない、輪っか系、それに、ただ単にこのパーツ、フックつけただけです。で、まず紫スポのゴムと、このフック、ね、これこのフック1個確か100円か確か65円か忘れたんですけど、あのレプマークさんで売ってます。でこのパーツと、まあ、普通に多分アマゾンとかいろんなところに売ってるんだけども、このパーツにゴムをつけることによって本当にもうほら超いいっしょ、しっかりですよ、ね、きっちり合うの、ね、でこれがしっかりこうはめるときにゴム問題って言って、マスクってあのベリベリやるタイプだと頭の上からベリってこうかけて面倒くさい、もう嫌なの、超嫌なんだよね、本当に嫌で、もう本当に嫌、本当に嫌なんですよ。だからセーフティー戻ってきたのにマスクって本当外したいんですよ。だからあれって頭の上までやるじゃない、で帽子の中に入れたりして、こう多分この辺しても邪魔だし、なんかこんななってこうしたら、もう外したい、すぐ外したい、だからこれだとこうやってもうこれで速攻つけることができて、しかもこうやって外してポンと置いてれば最高にいい。だからまあインクさんのこのマスクも最高なんですけれども、このゴムをつけることによってカスタマイズするのもいいと思います。はい、で次はですね、はい、ついにここにしまいました。ダイマスク、はい、ダイマスク、はあ、で実際にこれどうかと、ね、曇るのかどうかっていろいろあるんですけども、ちょっとまあ装着させていただきますね、はい、よし、いきますよ、変身、はい、つけました、ダイマスク、どうですか、渋かっこいいでしょ、かっこいい未来的、うん、
ね、でしかも本当にここがこの網目になっててスペースになってるんでマジックもないですよ。これかけたまんま、うん、家の中でちょっと激しい運動をしてみたんですよ、うん、かなり激しい運動かなり激しい運動をしてみた。そしたら全く曇んない。で俺太ってるから蒸気とかすごい今もこれ負けた感じで、うん、あれなんですけど、うん、本当だったら普通マスクしてさっきあのサングラス、はいはいはい、曇っちゃうぐらいの感じなんですけど、はいはいはい、マジックもない。でこれで最高なのがこの部分、ソニーのアクションカムをつけてあるんですけども、これソニーの純正のマウント、ネジ込み式のマウントが、この大マスクって横からネジの突き出せるパーツがついてるんで、ここにそのまんま装着できるのよカメラが。で GoPro とか持ってる人はここにあの GoPro 用のやつを接続するやつがあるんだけども、俺 GoPro の絵よりこっちのソニーのアクションカムの絵の方が好きなんで、これを実際に持った時にいい絵が撮れるんです。これが大マスク、しかも大マスクを構えてこちら、はい、ARP556 をですね、オフセットマウントしたこの曲線美、この格好さを構えるともうそこには、はい、この絵しかないんです。どうこのすごいね、このマスクつけたまま普通に見えてるよ。スムーズな、うん、見えるこのスムーズな動き、うん、これがマスクの形、うん、すごいね、うん、普通のマスクだとこのスムーズな動きできないんですよ滑らかに大マスクをつけることによってこう滑らかにゆっくりとゆっくりとゆっくりと。だからサバゲーってやっぱり今度瞬時にさ、こうクイックペリットこうやれたんで、はいはい、できないの、はいはい、これ俺も得意じゃない、うん、心で肩から半分に骨が外れそうになるの骨嘘でしょ。 BB なんてフィールドで飛んでくるじゃないですか、はいはいはい、ね、はいはい、みんな隠れるからいけないんですこの動きしてみてごらんなさい、こう構えた時にこうスムーズなね太極拳ってありますよね。ああイップマンがあの動きね。イップマンって太極拳がこう、うん、やるじゃない。演習拳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 から取ったんですけども、これは大マスクを構えた時に。はい、お、はい。素晴らしい。これでもう当たんないっす。マジで。弾当たんないっすから。本当にこう、ね、気持ちの上で当たんないでしょ。これまあ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 、ね。って感じでございます、はい、ダイマスク実際にかぶってみて、まずはこのまあ不細工な顔が隠れると、ね、いやいやまあまあダイマスクをかけることによってこの不細工な顔が隠れて、ね、ちょっとこれによって少し柔らかくなったと。あれあれあれってこれどうしたの今日、あれなんかダイダイじゃない、ダイじゃない、長谷川ダイじゃないってそんな感じで見られるのもしますし、まあこちらもインクさんのマスクをつけることによってなんかちょっと調子に乗ってんじゃない？今あります。なので、まあ、マスクっていうのは様々ありますが、僕は今までいろんなマスク本当にマジで、はい、もうマスクだけで、うん、多分3、4万使ってるよね。あ、まあ、効果でいくと。そうですね。そんくらい。で、買ってきて、な色合わねえな。黒だ。今度タンカラーにしよう。タンが合わねえな。うん、ここの網目になってて口が出てるやつあるなって。そうですね。口が出てるから気持ち悪いなって。見た目がさ。そんな問題あるんですけど、やっぱりここの口元が見えないと、やっぱかっこいいんですよ、うん、でこのかっこよさを追求するんであれば、うん、インクさんのこちらの三成形のマスクがですね、うん、大マスク購入してみたらいかがでしょうか。しかも大マスクを購入した暁にはですね、うん、こちらのダイラックスさんのオフセットマウントをつけることによって、うん、瞬時に覗けるこちらの素晴らしさ、そしてここにベクターオプティクス製のライザーマウントをつけることによって構えた後の美しさ、それが生まれると思います。はい、よろしくお願いいたしますそれではですね、このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いいたします。あきらさん、すみません、ありがとうございました。なんか今日物静かだね物静かでカメラマンに徹してますけども、はい、それでは I'll be back チンズです。Bottle of wine, gonna hold you tonight.
家。